披露していただける技なんですけれども、はい、どういった技を披露していただけるか、まず教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、相手が下がった状況の時に自分が追い込んだ場面が作れた時の面技をやろうと思います。ありがとうございます。はい、で3種類今日やるんですけど、まず1種類目は追い込んだ状況を作ったとして、相手がこのために対して見る癖のあるタイプの選手にはそのままストレートで面に行くっていうのと、で2種類目が表を強く追い込まれた時に表を強く押さえてくる選手に対して追い込んで裏の面に持っていくっていうのが2種類目 で3種類目は追い込んだ状況を作った時にすぐ手元を上げるタイプの選手に対して下を見せて、その上がった手元を下ろさせて面を打つっていうのが3種類目です。じゃあ、 1パターンの中からですね、実演というか、はい、実際にやってみていただいてもよろしいでしょうか。1パターンに対して3本ずつぐらい見せていただけると、はい、ありがたいです。はい、教えてもらいたいと思います。はい、じゃあ今の技なんですけれども、意識されてたポイントについて教えていただけますでしょうか。追い込んだ時に、追い込んで溜める時に相手がどういう体勢にいるのかっていうのを見ることがまず大事で、そこで瞬時に判断しないといけないので、まあ、癖、その試合の中で相手の癖を見ながら、その追い込んだ時の相手の対応の仕方っていうのを見るようにしてます。で、その溜める時の、まあ、間合いによって左足の位置を、まあ、前が近くなってしまえば左足が寄りすぎると遅くなってしまうので、前が近い時は左足をなるべく、なんていうんですか、左足の位置を調節して、その自分の中での間合いを測ってます。その溜める瞬間の左足の位置っていうのを意識してます。はい。いつまではちょっと沈むような感じが感じたんですけど、ちょっと意識されてるんですか。そうです。溜めを作るに、やっぱ相手にも圧力をかけたいので、そこにあえて準備してる状態を見せる。と言いますか、そのためを作るのをここで、まあ、ちょっと沈むんですけど、その沈むので相手に圧をかけているというイメージです。それで相手が見てしまうような状況を作る。はい、見てしまう、まあ、相手をがそこでどういう癖を持っているかです。あ、なるほど。はい、そこからの反応で、あとは、はい、相手の対応の仕方で見る選手には今のようにストレートで面を打ちます。見る選手っていうのは具体的に言うと、攻めた時にあんまり表が攻め返してこない選手っていうのは意味あるんですか。下がった時にこう体重が後ろに乗って、こうその面を見ようとする人です。こうのけぞって面を見ようとする選手に対してはストレートが一番効くと。手を伸ばして、のけぞって技を避けようとされるような選手に対して使う技。はい。それに対して
今の攻められ方なんですけど、実際攻められた側としてはどのように感じましたか？そうですね、実際に攻められてここで貯められると追い込まれてるんで、まず追い込まれた時にこう貯められるとこう横に後ろに下がっても横に行ってももう逃げられないような感覚になるので、だからそこに対してもう小手に逃げれば先に乗られてしまうし、返し道に行っても先に刺されてしまうので、結果的にこうためられた時にここでもう何もすることができずに見てしまうっていう感じに感じてますね、いつも。はい、ありがとうございます。じゃあパターンの例を実際に見せていただけますでしょうか？はい、今の技を打つときの意識されていることはどういったことを意識されますか？はい、一種類目と一緒で、溜めた瞬間に相手の体勢を見るっていうのはまず一つなんですけど、抑えられたときに大事にしているのは、二段で打つよりは、こう、一歩で裏に持っていくっていうのは意識してます。一歩詰めるんじゃなくて、はい、もう一秒して打つ。そうですね、こう相手が抑えてきてるのに対してもう一個表を見せてしまうと完全に手元が上がってしまって面を打つのに邪魔に、この竹刀が邪魔になっちゃう、 なってしまうので、この抑えてる竹刀をそのまま抜くっていうイメージです。で、その抜いたのに対して返ってきても間に合わないっていう状況を作りたいので、はい、そういうふうに意識してます。表から裏に返すと、一瞬小手が見えるので、出後手とか怖くないのかなと思うんですけど、はい、そのあたりはどうですか？先生、その五分の状況でそれをやってしまうと、ここが怖いんですけど、追い込んだ状況でそれをやろうとしても、相手が潜る状態ができるので、小手に来ても大丈夫なように追い込んだ場面で使うようにしています。なるほど。追い込んでるからそこは小手を打てる距離を、はい。小手の反応が遅れてくれるので、裏に行っても面の方が先に当たるのかなと思ってます。どうですか、シャツ選手。今の攻められ方だったら手後手は打てそうにないなっていう。はい、自己手に行ってしまうと、もう完全に相手の思った通りになってしまうんで、なかなか追い込まれた時に先に差し込むっていうのはちょっと厳しい。だいたいこういう状態になったりとか、こう 下にこう行ってしまったりとかになってしまうので、さっきのためがあってこっち側とまた二段階でまた何もできなくなってしまう形になります。ありがとうございます。バッチリです。じゃあ最後3番目、はい、
ありがとうございます。じゃあ、今の技について意識されたことをまた教えていただけますでしょうか。はい。3種類目の技は、相手の今の、あの橋本選手の膝の使い方の攻めをされた時っていうのはどういうふうなことを感じて攻めをクッと下げてしまう心境なんでしょうか。そのなんだろう、突きが怖いのかとか。そうですね、こうまず追い込まれてちょっと攻められてるんで手元を上げてる時にさらに膝の攻めが入るとちょっとこう、その、ちょっと状態が下がるんで、そこに対してこう、竹刀を合わしたり、小手を隠したりとか、こう、さらにここの圧力から、膝で攻められたときに、さらに圧力を感じるので、そのときに、ブレるというか、こう、なったりとか、ここで、タイプとしては、このまま押さえたときに、剣線がぶれたりとか、避けがどっちに来るかわからないので、そのときに避けが変わってしまったりするところに、面を打たれるような感じ。どうにかこう、攻めをどうにかしないとっていった、下がったときに、避けたままでやられてしまうと思って、こう、避けを変化したときとかに、こう、打たれるような感じです。追い込んだ後に固定とか、そうですね、逆動とか、なんかそういうパターンもあったりするんですか。自分は基本は面と固定を今の、まあ、3パターンだけじゃないんですけど、 面と固定追い込んだ場面では基本面と固定です。その面に見える攻め方で固定打ったりとかっていうのはその、まあ、今のプラスアルファやったりとかもします。小手を打つときっていうのはどういうやり方でやってらっしゃるかっていうのをちょっと1本だけ見せていただきたい。ほう、ちょっとここに持っていくとか、面途中までやっぱ面に見せたいのでここに持っていきながら落とすとかはします。その時も足をつがないで治療してるっていう。そうですね。でやっぱ足つぐ分コテだっていう風に反応されるんで、手を2回足1歩、手が手は多分2段階で動いてるんだと思うんですけど、足は1歩です。大丈夫ですよね。あ、じゃあ以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございます。